その会社を上場させたりとかして、キャピタルゲイン得た人は、そうやって売った方が得なんですね。っていう税制が昔あったんですけど、もう今全部なくなっちゃって、申告分に20%固定になって、さらにそれに関しても富裕層に課税しろみたいなわけわかんない議そう論ですよね。だからできそれ、て、ABEX の松浦さんもめちゃくちゃ怒ってましたからね。そんなことするんだったら出ていくぞって、日本から。でだもまあから、実際そうやって55万人出ていってるわけですよ。だから実際シンガポールとか出ていってますからね。シンガポールとかドバイに本当に出ていっちゃってるから。でしょ。だから、オリラジの中田さんなんかもそうでしょ、あれ。そうです。それ本人が言ってるかどうかは別だけど、どう考えても税金が高いからシンガポールに行ってるって感じなんですよね。はい、そうです。で、今までで、それを、税金が、ね、いいですか？税金が高くどうぞ。て、なんでその株式譲渡益が問題になるのかっていうと、その再投資がすごいしにくいんですよ。毎回20%取られるから。まあ、夜何回も買い替えたら、その回取られるからですよね。だから、その税金に取られた分は、そのよくわかんない公共工事とかに回るわけじゃないですか、日本にいたら。それも腹立つじゃないですか。いや、だからそこら辺を考えたときに、今、日本から出ていく人を抑えなきゃいけないって考え方あるんだけども、日本に取り込むっていう考え方は誰もしてないと思ってて。だから、そういう意味では、例えばドバイとかシンガポールってやっぱり行くと住みづらいっていうか、しんどいっていう人多いんですよ。埃がね。ドバイなんか僕も行ったらやっぱり砂だらけだし、暑いし。でも日本って食べ物も美味しいし、四季があって、すごく住みやすいから、ちょっとドバイやシンガポールよりも税率が高くても、日本に永住したいっていうか、日本にあ、い税ます金いをま払っす。て、いや、それはいますよ。ただそれは日本でできるのかって話ですね。それをだから特区にしたらなんとかならないのか、特区を作ってそこ